皆さんこんにちは小林太郎です、えー、安倍晋三解雇録2月8日の発売、えー、即、えー、ベストセラーになり、えー、10万部を突破、えー、そして今4月28日の段階でですね Amazon でまだ、えー、73位ということで、えー、ベストセラーを、えー、続けていますカスタマーレビューも1401と 大変私で一番出たので500ぐらいなのかなだから1401と当然大変な、えー、注目を浴びしかも4.6ということでですね、えー、一般の国民がどれほどこの安倍晋三元総理に対して敬愛の念を持ってるかということを、えー、改めて証明する結果になってると思います。私、えー、実は今まで この本について一度も言及をしてきたことがなかったしかし今回、えー、このゴールデンウィークの間に YouTube においてこの安倍晋三回顧録についてですね私独自の切り口からかなり細かく解説を加えていこうと思います。えー、ま,あのまずはですねこれ非常にいろんな意味でね もうなんか当然安倍さんの多様な政治家としてのね、えー、見識や経験がもうちりばめられているでその割にやっぱり非常にこう切り取りが例えば財務省に対して安倍さんがいかに信用してなかったかという例えばもうなんか財務省と安倍晋三みたいな切り取り方の、えー、発信をする。 そういう人が何人かいたりするとなんかそれしか書いてないみたいに見えるけど実際はですね霞が関全体のとのなかなか、えー、驚くような、えー、緊張関係がもっともっと描かれてるんですね。でさらに言えば、えー、一つ一つの中にですね、えー、驚くような、えー、我々が、えー、知らなかったという皆さんが知らなかったと思うようなことが、えー、たくさん 出ている。例えばこのコロナ対応の時にですねえ、官邸の力が知事や厚労省の議官、さらに医師会には及ばなかったという言い方があります。つまり総理大臣が国家の非常事態緊急事態宣言を発出した時に、実は総理大臣の権限の方が知事や厚労省の議官、さらに言うとですね、課長の人事権を持ってないんですよ,よ。首相官邸。 そう課長や議官それから医師会の方が総理大臣よりも強い権力を実は持っていたとこれ私も、えー、コロナ対応の時に毎日安倍さんとおお電話をししておりました、えー、私民間のさまざまな大学の先生研究者たち延べ数十人の人の知見を安倍さんにお届けするというようなことをやってましたのでいかにですね えー、接心しててたかか安倍さんがよくもう毎日の経験ですから知っておりますでそういうですね私なら私の持ってる独自の経験安倍元総理の斉藤板運動の時から、えー、亡くなる直前まで一貫してずっとある意味では、えー、影武者のまあ一人としてですね仕事をしてきた私には、まあ、表のまず本来の文芸批評家として 後世に残すべき文学作品を、えー、もう一生懸命書くというまあ、これが一番私の本来の仕事です、まあ、それ以外に論壇の仕事がありますそれからシンクタンクを取りまとめたり日本文化サロンというものを主催するという仕事がありますが一つ、えー、安倍さんの生前にはそのま微、あ、力ながら安倍さんの影武者の一人として仕事をしたということも私の 人生の一コマななわけですね重要なでそれと照らし合わせてこれを見るとですねいろんなものが見えてきたり私からも申し上げたいことがたくさん出てくる。でこの本はですね非常に、えー、オフィシャルな本ですある意味で、えー、読売新聞の橋本五郎さんが軸になってそして北村茂さんという、えー、まあ国家公安系の えー、から安倍さんのずっと側近そして、えー、安全国家安全保障局の局長を、えー、歴任したような方が監修をしているとであの安倍さんもこの本を、えー、これお,お作りになった時でこのインタビューを受けた時に、えー、まあありていに言えば第3次安倍政権に向かってですねまだこれは ご自分が現役の政治家としておそらくもう一度総理大臣をやる可能性も高いというふうに考えておられましたこれはもう我々安倍さんの周りではもうほとんど自明のことだったんですでが、えー、ってですねあのいわゆるインサイダーストーリー的なことはですね、えー、書かれていないで特に機微、えー、にわたる、えー、例えば菅 さんと安倍さんの関係とか,とか非常ににわたることはもちろん一切書かれていませんよ。だから、えー、一緒に仕事をこれからもしていく自民党の皆さんについても、えー、あまり歯に着,ぬ着せない発言は当然この段階ではできません。でかといって私がこれからそういうものをインサイダー暴露的なことをするわけじゃありませんよ。私そういういことは好みませんからだけども 逆も言えるんですね例えばこの中には第二次政権就任1周年の時ですね靖国神社に参拝をしますねその時のやり取りが書かれていますがこの本の中には当時総理大臣補佐官だった江藤誠一さんのことが全く出てこないところがですねこの靖国神社参拝というのは官邸の中でももう 反対するる人がいるんで非常に強力に極秘裏に安倍さんはこの件を準備しておられましたでその時に直接この準備に関わっていた政治家は江政治補佐官だったんでですねで、えー、民間人として私も、えー、関わっておりましたが、えー、そのようなこう関わっているんだけど、えー 現役時代にははご本人は当然言わない私も安倍さんが現役で長生きをされるという想定のもと一度もこのような点について話したことはないけれど、まあ、お亡くなりになった以上、えー、別に、えー、これを隠しておく意味がないようなことに関して私が知っているそういう事情は補足をしながら、えー、この本について解説をしていこうとこういうふうに思っています。そして、えー、実はあのー これは何人かの方がおそらく、えー、その辺りの私は私の角度から知っている機微をあくまで私の限定的な角度からということでお断りをしてお話をしますけども、えー、いろんな方がですね、えー、いろんな方とまだ言いませんしかし安倍さんと非常にこの、えー、デリケートな政策決定においてそして国家機密とかあるいは国益に反するようなレベルじゃないことで。 機、えー、で,す、ね、であのそういう本当はねそういう皆さんとこの内容について、えー、何時間にわたって提談とかね何人かでお話をしたものをまた、えー、世の中へ出していくのも意義があるかもしれませんが、まあ、今回はとりあえずですねこの YouTube 番組で、えー「私の知る安倍晋三」ということをこの回顧録を読み解きながらお話をしていこうと思っております。 えー、お楽しみに。